全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だ。本当にこの中に犯人がいるんだよな。当然です。よし、みんなで目を閉じよう。そして犯人は挙手したまえ。アホか、あげるわけねえだろ。ちょっといい？議論の前に聞いておきたいんだけど、あれってどういう意味？死んだからって仲間外れにする。殺されたのは前園さやかだ。そんなの分かってんだよ。殺人が起きたのは苗木の部屋だったんだ。そのシャワールームだったよね。きっと前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて、抵抗する間もなく殺されちゃったんだね。それは違う。